下敦です。先日ですね、この帽子はですね、二俣川にある、洋服なんかを、サイズ直しとか、袖が長かったりね、そういうのを直してくれるようなお店に行って、この帽子ね、父のかぶっていた帽子なんですけど、私のはちょっと父より頭が大きいんですね。でこれ、もうちょっとこうぴったりくるようにこう伸ばしてもらえませんかっていうふうに相談したんですが、この生地の部分がね足りないんで、ちょっと難しいですということで、ちょっとこうグイグイと伸ばしてみて、かぶってるんですが、夏は冬か冬じゃねえな、春になってね、やっぱりちょっと暑苦しいんですよね。帽子どうしようかなと思ってるんですけど、今日は4月8日、気温が21度、湿度 39%、とってもいい天気ですね。桜も散っちゃって、これから花粉がね結構きつい季節になるかと思います。それでは皆さんにとって良い一日であることを願っております。竹下敦でした。